だこれだパンみたいな、たこ焼きみたいな。じゃあ、リルビン君食ってみましょう。最悪です。あれをジャンバケ、ワンチャンコストコのやつ。コストコのパン食えるじゃん。うわ、触っちゃう。ちょ、頑張って撮ってください。みじめ、みじめだ。とてもみじめだ。あ、いけるいけるいける。もう来た。これ何、マジで。うわ、最悪じゃん。あ、リンコいる。うわ、これなんだ。ドーナツ、なんかドーナツみたいだね。落ち当たれ。これマジやばいな。なんだ、渋谷の落とし物その1。渋谷の落とし物、落とし物探す。落とし物探すな。ちょっとじゃあ一発ギャグしてみる。そのパンの横で、パンの横でアドリブ。もうノリで行った方がいいよ、こういうの。時間が空けば空くほど無理やかない。ノリで、ノリで。ちょちょ、こっち来て、こっち来て、ちょっとこっち来て。ああ、ブレる、ブレ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 。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、あんまりカメラゆさゆさしないでもらっていいですか。ごめんなさい、落としそうになったんですけど。結構中の上ぐらい出た。結構カメラブレ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 ッド、パンだけにブレッド。さすがですね、うまいね。じゃあちょっと探しますか。そうだね、落とし物を。落とし物、落とし物。すごい。あそこ、あそこ行ってみる。あのアイムーンの動画撮ったとき。あ、いたよね。いや、俺いないっす。いないんだ。先帰ったっけ。そっち行ってみましょう。それあそこだよ。再現しよう。いいよ。もうみんなの目線が怖かったの。違う、みんなのおもちゃですじゃない。みんなのおもちゃです。 俺そんなこと言おうとしたんじゃない。本音出たやん。リルビーンはおもちゃと思ってますね、俺。でも俺はその時いないから。でもみんなのおもちゃだって思いながら見てたんやな。今バレたね。ここだったらめっちゃ明るいんだよ。じゃあ平和の鐘を鳴らそう。鳴らす、鳴らせんのこれ。鳴らせないね、多分。上から紐吊るさないと。じゃあちょっと紐が吊るされてる体で、あの、一回鳴らしてみてください。何してるんですか。いやいや、どこに紐ついてんの。いつか、いつかああなる。あれが平和の鐘を鳴らして平和になった人たちの象徴です。混ざりたい、混ざりたい。いいよ、混ざって。入れてないやん。入れてない。ハーレムすぎる。でもあれじゃん、あれなんじゃ、兄弟とかなんじゃないこれ。めちゃめちゃ仲良くない。めちゃめちゃ仲いいよ。あんなことしないからね、普通。でも男の名前はね、ゲンジとかなの。スカートの女の子はミサトみたいな。ミサト、ミサトとあれじゃない、ミサトと、なんだろう、2文字で絶対。いや、そうだよね。マリーじゃない、マリー。マリー、いや、わからん。わからん。マリー惜しい。なんか、マはついてそうやな。あ、マか、リはついてるんだけど。マイとかね。マイ、いや、なんか、マイじゃない気がする。あ、ワンチャンメイ。メイだ。メイじゃない。メイ、正解。ミサトとメイとゲン。ジ。ゲンジ、ゲンジ、ミサト、ミサト、メイ、メイ。次に来た時に庄司が入ってるのか入ってない。入るとしたらもう真ん中、ドセンターで。ドセンターなの。こう、あ、こうで入ってるか入ってないか、お楽しみに。一旦休憩、
もうね、疲れた。仲良しすぎた。ゲンジ、ミサト、メイ。ちなみに俺のお気に入りはメイです。メイなんだ。メイ。最後に。まだあの何も知らない純粋みたいな感じが良かった、非常に。絶対純粋な走り方してたから。確かに。ミサトはちょっといろいろ知ってそうだった。ミサトはまあちょっとね、結構親のエグいとことか見てる。その親のエグいとこ見てるし、多分ゲンジとなんかあった。ゲンジとだ。でもゲンジは、ゲンジ本人はマジなんとも思ってない多分。ね、悪気はないんだよね。ゲンジ本人はマジで、いやそこが悪いとこなんだけど、でも、ゲンジは、本当に人生楽しんでる。で今次ワンチャン目狙ってる。ワンチャン目狙ってるし、目は気づいてない。でミサトはね、気づいてるんそれを。ミサト気づいてるんやけど、目にどうやって説明しようっていう段階のあれ。なるほどね。あの、実は仲良し、奥深いですね。あ、仲良しはあの二人だ。うん。でゲンジはそれを壊そうとしてる。まあその無意識的にね。無意識的にね。で、あんなに手つなぐほど仲良しなのに。辿れば辿るほど人間って誰でも複雑なことありますよっていう、すっごい深い作品でした。あ、なるほど。はい。だからみんな靴履いてないの。そうなん。何かしらこうね、デメリットあるみたいな。靴は、靴を買い与えられないっていう過酷な状況での、私たちそれでも幸せよっていう。あ、なるほどね。そう、でも複雑よ、人間関係、目に見えない。だからあの横にあった鐘も紐がありません。鐘を鳴らせば幸せになれるみたいな、こう運頼りな思考の思考がある、そう、思考がある時点で幸せになれないよっていう作品。すっごい、だから俺らやってたことはわりかし間違ってないですよ。自分たちでね、自分たちでどうやってあれを鳴らすかっていう。俺はもうこうだし、リルビンはもう一発でガーンだし、人それぞれありますよ。私金がね、カランカランなのか、バーン、欲が出るよね。カランカランの人の方が好印象ですよ。そうなんだ。一発バーンの人ってちょっと信頼ないですよね。そうなんだ。はい。ダメじゃん。ダメですよ。自分がどうやって鳴らすのか、そしてあの3人の名前をあなたなら何にするのか。日本人じゃなくてもいいからね、別に。俺最初スティービーだった。絶対歌手になるじゃん。すいません、僕マサナミって名前なんで。マジで会ったことないんで。マサナミはね、申し訳ない、なかなかいないですよ。なかなか、本当にめちゃめちゃ、モグラぐらい見たことないから。モグラ、マサナミっていう名前の人は。モグラマジで見たことない。モグラかツチノコぐらい珍しいね。ツチノコはもうダメ、見つかったらなんか捕まりそうだ、ね、ほぼ双子ヒゲとかでしょ。わかんないの。たまにさ、マジでわかんない生き物の名前出してくるのね、やめてよ。ちゃんといるか。トワゴヒゲトカゲは人気なペットだから。マジでどんなトカゲなの。カインズホームに一生に引き取り残されて、俺が行った時に話し相手になってくるだから。ダメだって、そんなこと言ってたのね。それが好きな人もいるだろうしさ。結構でかかった。もう育ちきっ、いやだからわかんないだろ。その俺は好きだからよく話しに行ってた。それもう話しすぎてさ、私がその双子ヒゲトカゲか分かんなくなるじゃない。俺の方がトカゲで、そっちがマサナミなんじゃないみたいになるよ。俺の方がトカゲだった説はある。うちの子関連でさ、宇宙人とか UFO とかあるじゃん。いると思いますか。ちなみに僕はね、あのいると思います。あ、こんなに広い宇宙、地球、いると思います。話しながらね、絶対いないと思いますでさ、話せる。嘘はつけない。トウモロコシとかさ、昆虫、あれ宇宙人説があるんだよね。あのあれが、ちょっともうちょっと聞かせてほしい。トウモロコシって、他の野菜とかの中でも、その元となった種が見つかってないの、昔のその痕跡が。ああ、なるほどね。で、急にポンってある時から出てきたの、調べていく地層とか多分。だから途中から、宇宙人が持ってきたか、それ自体が宇宙人なんじゃないかっていう説。人ではないよね、だとしたら。だから他の星ではそれが人なのかもしれない。そ
その種が。そう。ああ、まあでも俺はそれは違うって言い切れる自信があるんですけど、その根拠が俺がいるからだ。怖っ。めっちゃ噛んだ。俺がいるからだ。超噛んだし。いやつかなと。俺にでかか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 か。ということで、はい、今回の配信はここで終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。